さん行ったことあるかもしれないですよね。え、俺？はい、あの番組かな。番組で？どこあったかな。カレー？あ、カレーなんですけど。ステーキカレーの専門店。ああ、あの、え、ここかな。これアニマって書いてある。あ、牛サガリやローストポークがふんだんに乗った焼肉屋さんの健康カレー。お、違う。違う？はい。うわ、食べたけど。めっちゃ食べたいよね。食べた。うわ、うわ、うわ。面白いよね。あ、面白い。店内には癒し担当スタッフとしてフェレットがいます。本当や。あの、本当あのバターチキンカレーの店？あー、どこだっけ。あ、分かった。分かりました。分かった。あのさ、はい、そこのカレー行きたいって言って本当の目的はバターチキンカレー、ね、そう専門店、バターチキンカレーの専門店一回行ってみたくて。あ、行ったよこの前。あ、テレビかなんかで行かれたんですかね。天神ナウで。あー、なるほど。あのね、そう言ってくれよ。ちょっとうまいよ。あ、本当ですか。あ、いや気になってたんす。ここのね、2階。ここの2階。え、時間大丈夫かな。ここでしょ。あ、バタチキラバー。ここ。そう、ここ。バタチキラバー。あ、ここ。これ。うまいよ。あ、本当ですか。いや、これ食べたかったんです。じゃあ行ってみよう。行きましょう。いや、これ不思議なんだよ。すげえとこにあるな。これでね、はあ、普通こっちに行けそうな感じじゃない。はい、それが、ここに入ってまた店が何軒かあるの。あ、本当や。うわ、すごい。月夜の小鳥とかさ、で、その奥。あー、ほんとや。うわ、すごいとこにある。一応聞いてくる。はい、多分大丈夫だと思うけどね。いらっしゃいませ。すんません。あ、いや、実はですね、いや、あの、僕、YouTube もやってんですよ。はい、そちらにどうぞ。ガク、オッケーです。あー、よかったです。いやー、いい店内だ。楽しみ。すいません、よろしく。もう匂いがすごいだろ。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうこれテレビの時も言いましたけれども、カレーじゃないんですよ。バターチキンカレーの専門店なんですよね。おっしゃる通りです。なんでバターチキンカレーの専門店にしようと思ったんですか。これはじゃあシェフから。あ、シェフ。はい、シェフ奥様。はい、そうです。あ、です、ね、なるほど。ご夫婦で。いや、もう、はい、バターチキンカレーが好きすぎて。あ、すごい。シンプルな。シンプルそういうことですか。私からもう幼い頃からというか、子供の頃から好き。子供の頃からバターチキンカレーが好きで。そうですね。で、自分でも作ったりしてたんですけど、はあ、なんかもうそこからなので、なんか他のものには目がいかないというか、すごい、一つに絞ろうって思って。そういうことですか。いや、だって福岡でもないでしょ。聞いたことがないと思う。ねえ、はい。いや、だからバターチキンカレーも何種類かあるんですよね。そうですね。もう楽しみ。ちょっとさ、どうするよガーク。じゃあさ、分かりやすいように天使と悪魔行く。天使と悪魔。天使のバタチキ。ああ、悪魔のバタチキ。なるほど。いや、いいと思いますよ。あー、へえ。じゃあ、いい、天使と悪魔を一つずつよろしくお願いします。あとです、副菜がついたプレートタイプと、はい、シンプルなカレーライスと2つパターンがあります。じゃあプレート、どっちがいい。シンプルなやつがいいと思いますけどね。じゃあシンプルなやつを2つお願いします。ああ、なるほど。あ、じゃあ副菜もぜひ召し上がってね。1つは、そうしましょうか、あの天使のバタチキを副菜、あ、プレートにして、はい、悪魔のバタチキをそのまんま普通のやつに。はい、よろしくお願いします。辛さをすみません、伺ってなかったです。はい、ベースが甘口になっておりまして、お好みで小辛、中辛、辛口と選びます。通常私は辛いのがそんなに苦手じゃない、どっちかというと好き。どの辛さがいいですか。中辛。中辛からいきましょうか。じゃあ中辛でピリ辛ぐらいですね。え、ビリ辛？あ、ピリ辛ぐらいですね。あ、中辛でピリ辛。はい、あ、じゃあどっちも中辛で。よろしいですか。はい、よろしくお願いします。少々お待ちください。ご準備いたします。あ、これがあの
天使のやつですか。そうです。はい、天使のバターチキンのこれはルーというか。そうですね、はい、カレーのベースになります。カレーのベースですね。はい、ガーク、ほら、あー来ましたね。綺麗だよね。あー美味しそう。うまそう。美味しそう。これは。あー美味しそうですね。うまそうだね。いやご主人、はい、これちょっと副菜も含めて、はい、ここの、まあ、バターチキンカレーの特徴を教えてもらえますか。はい、ですね、はあ、こちら天使のバターチキンは、天使のバターチキン、バターと生クリームを使わずにバターチキンカレーを表現したというカレーになります。ほうほうほう。で、代わりにギーって言われている、うん、まあ、バター由来のピュアオレですね、とココナッツミルクを使ってだからそういうものでコクを出してると。そうです。はあ。で、副菜はどういうことなんですか。一つずつ説明します。はいはいはい。じゃあこちら左側が昆布だしのスパイスマリネですね。ちょっと待って、昆布だしのを使ってスパイスマリネを作って、で今日は長芋で。長芋、はい、へえ。おいで、左が紫キャベツのスパイス甘酢漬けですね。ああ、なるほどなるほど、はい、でこれはこれがアチャールといって、はあ、インドのお漬物になるんですけれども、少し辛みがありますね。へえ。高野豆腐とどんこ椎茸でお作りしてます。ちょっと待って、これやっぱ高野豆腐でどんこ椎茸、はい、でもどんこ椎茸もこれあの干し椎茸戻したみたいな。さすがです。ですよね。そしてこちらがライタといってヨーグルトソースのことなんですけれども、はあ、上にトッピングされているのはフェンネルっていうお野菜のソースですね。こちらソースがあると思うんですけど、これどうやって食べるんですか。もうそのまま食べていただいて、お口のリセットとしてそのまま召し上がっていただいたりとか、かけるとちょっと味がマイルドになったりします。そういった召し上がり方ですね。そしてこちらがポリアルといってインドの炒め物になるんですけれども、はあ、柚子胡椒で辛みをつけた、こちら当店の定番の副菜で必ずついてきます、ね、種類で。で、ターメリックライスにもち麦、はい、もち麦トッピングして、へー、ガーよくできてるよな、ね、美しいよね、うん、よし、じゃあ食べてみましょうか。まずはもうそのまんま ね、うんうん、このルーとカレーソースとね、うまそう、うまそう、いただきます。うまうまいや、これ僕思うんですけど、はい、やっぱピリピリってする前にこのマイルドなコクっていうのは何ですか。これ本当になんか美味しいこうスパイスの香りとマイルドと、そして食べた後にこう喉を通るときにピリピリピリっていうね。そうですね。うまおい、めちゃくちゃうまいぞ。いやちょっとで、チキンはもうそのまんまこれ一口で食べるって感じですか。食べていただいても全然結構です。これ美味しそう。でかいよね。激うま。ありがとうございます。ご主人、はい、めちゃくちゃうまいですね。いやこれはね本当に、それとやっぱね副菜をこんだけこだわってらっしゃるから、そうですね、こういうね副菜を多分一緒に食べるのがいいんですよね。そうですね、好みでもカレーを混ぜながら召し上がって、ちょっとね昆布とスパイスで長芋ですよ。うまっこれはなんかちょっとずつつまるもつまるもありですね。そうですよね、なんか味がね本当に、あ、また甘酢漬けとガーク、いやこれさたまらんぞ。これが何でしたっけ。アチャールですね。アチャール
辛みのあるお漬物です。辛みのあるお漬物、しかも高野豆腐とどんこしいたけですよ。いやでもね、あ、なんか日本のあの和食の煮付けみたいな感じですよね。なめっちゃうまいぞ。さあ、悪魔のバタチキカレーが来ました。あ、ご主人、これも教えてもらえますか。こちらはですね、ああ、まあ、ご飯は一緒ですね。上にトッピングされてるのがバターですね。これバター、はい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 、カレーの方にバターとこの生クリームがトッピングされてるので、お好みでカレーと混ぜながらお召し上がりください。なるほど、だからちょっとカロリー高いから悪魔のということですね。でもやっぱりカロリー高い方が美味しいよっていうことだから、これをそのまま食べたらさっきのバタチキカレーと同じ天使ってことですよね。うん、うまっ改めてうまい。それでこのバターバターと生クリームバターと生クリームをここに混ぜて、あ、なるほど、うわ、こうして、なるほど、いくよ、うまっ。ああ、やっぱ変わる。いやこれやっぱ、あ、そしてね、あ、悪魔はコクがめちゃくちゃある。あのね、あー、やっぱさ、なんていうか、このカロリーが高いものって美味しいんですよ。うん、でもしかしたら俺だったら、うん、この悪魔のバタチキカレーだったらコクがあるんで辛口でもいいかもしれないですね。うん、あのね、めちゃくちゃコクがあるけど、あ、しかもちょっとずつね崩しながら食べるのがめっちゃうまいぞ。ちなみにバターはグラスフェッドバターといって牧草だけで飼育された牛から取ったバターを使ってますね。じゃあ通常のバターよりも高級な、いや香りがだからいいんですよね。これなんですか？こちらお塩なんですけれども、塩？はい、味の輪郭が変わるので途中でカレーに混ぜて味変を楽しんでいただきます。ちょっと待ってください、こうやって、へぇ、へぇ、うまっなるほど。いや、カレーって結局味がやっぱ均一というか単一になりがちなんだけれども、途中で塩が入るとピリッと変わりますね。そうなんですよ、あの旨味が増る。これ米粉パンですか？自家製の米粉パンです。これがつくんですね、注文したら。はい、必ずカレーで最後に塗って、最後、ね、塗って、あー、なるほど。だからこれをこうやって、こういうことですよね。へえ、いや、これもちもちしててね、ほんと美味しい。 いや、しかもね、よく考えたなと思うのはさ、してもらったら洗い物ちょっと楽だね。これはうまいぞ。かく、美味しかったね。いやー、バターチキーカレーの専門店です。うん、専門店だけある。